ダブルスタックカー、ダブルスタックカー、A ダブル、スタックカーは、インターモーダル貨物輸送用のコンテナを輸送する、鉄道車両の一種で、一両につき二つのコンテナを、一つを、もう一つの上に重ねる形で搭載する貨車である。また、その井戸のようなくぼみが用意されていることから、ウェルカーとも呼ばれる。台車の間を低くして、通常のコンテナ車より、レールに近い、 低い位置にコンテナを搭載できるようにすることで、これを可能にしている。十分な車両限界の高さがあるルートでは、2段目のコンテナを乗せて走らせることができる。上のコンテナは車両から直接固定するか、あるいはコネクタを用いてコンテナ同士で固定する。ダブルスタックカーを連結して走らせる列車のことを、ダブルスタックトレイン、A ダブルスタックトレインと呼ぶ。 ダブルスタックカーを使うことの利点は、限られた列車長の中でより多くの貨物を輸送することができ、また、空車重量を減らすことができる点である。ダブルスタックカーは、インターモーダル輸送が盛んで、電化があまり行われていないために、車両限界に余裕のある北、アメリカでよく用いられている。ダブルスタックカー、ウェルカーのアイデアは、1977年に、 大手コンテナ船海運会社シーランドとサザンパシフィック鉄道 SP が考案した。同年、サザンパシフィックは鉄道車両製造会社アメリカンカーファウンドリー AC& 会と共に最初のダブルスタックカーを設計している。ダブルスタックカーが鉄道業界やコンテナ運送業界の標準となるまでの歩みは遅かったが1984年に 大手海運会社アメリカンプレジデントラインズがサザンパシフィック鉄道との協力を開けし、同年に西海岸のロサンゼルス港から東海岸の物流拠点ニュージャージー州サウスカーニーまで全てダブルスタックカーからなる貨物列車を運行させたことで一気に広がった。この列車はサザンパシフィック鉄道と東海岸のコンレールにまたがって走っていた。 東アジアからアメリカ合衆国への輸入が増えるにつれ、コンテナ船はパナマ運河を通れない超パナマックスが主流となり、東アジアからの船が入港する西海岸のハブ港湾からアメリカ内陸部や東海岸へのコンテナ複合一貫輸送には、一気に大量のコンテナを運べるダブルスタックカーがフル活用されるようになった。 ダブルスタックカーはコンテナ搭載位置が一つのものがよく作られ、またそれを三つ買いつつ連結、または連接したユニット編成がよく見られる。多くの場合でユニット編成は連結棒で繋がれていてそれ全体で一つの車番を持っている。アメリカではユニット編成の場合、ユニットを構成している車両はアルファベットで識別され、一番端の車両が A。 その反対側の端の車両が B である。すべての鉄道車両で A 端と B 端が区別されており、B 端は通常ブレーキ装置が位置している側である。複数の連接車体で構成されている場合、中間の車体は C、D、E と呼称される。ダブルスタックカーは鉄道会社のほか、海運会社やリース会社などが保有するが、実際の運用は会社間で、 使い回しになる場合がほとんどである。そのために、様々な会社が所有する貨車、サイズや形態が異なる貨車が同じ編成に連結されたり、貨車と積み荷のコンテナがライバル関係だったりする例が日常的に見られる。ダブルスタックカーの大きさは、搭載するコンテナに応じて様々である。下段に40フィート、48フィート、53フィートを、 詰めるものが最も一般的である。48フィート以上のものであれば45フィートを下段に搭載する例も多い。搭載位置の大きさはよく大きな数字で車体の横に記載されており、2百0十字車が適切な装置を使って2役0できるように配慮されている。搭載位置の長さが搭載したいコンテナより短い、時には搭載位置にぴったりのコンテナを1段目に置き、 大きなコンテナをその上に置くということがよく行われる。多くの場合、二つの20フィート ISO コンテナを一段目に搭載することができるようになっている。セミトレーラをコンテナと同じように搭載できるような締結装置を備えている車両もある。多目的ダブルスタックカーと呼ばれる。カシャのサイズは標準的な40フィート対応から始まり、後に下段にも 海上コンテナより大型のドメスティックコンテナも積めるようにした48フィート、さらに53フィート対応のものまで作られるようになった。だが、このような大型のダブルスタックカーは、海上コンテナ主体の列車では編成長、重量の点で、かなりの無駄が生じているのも事実である。近年は、下段40フィートクラスの海上コンテナ用と、53フィートの 陸上コンテナ用途の両極化が進んでいる。そのため、中途半端な存在になった下段48フィート対応車を40フィートサイズに切り詰める、または逆に53フィートサイズに延長して運用の効率化を図る改造が進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。